開始。お願いします。なんだその手は、中飛車党なのか。なんだその手は、ちょっとわからないな。あ、そういうことか。三間飛車。わかった。あ、でもこれさ、銀が進出してくる可能性があるんだよな。角出ちゃう。でもちょっと角が出てくるよね。まあ引くか。いやでもこれ受ける、いやもう金上がっていくか。でこうやって受けると、7七歩は同金でいいんで、うん、もうこういうふうにね、あの強引にこう抑え込みに来たらもう金でガッチリ畳の囲い。なんかこれやらしいな、この袖飛車とか。ここつくとでもちょっと隙が生じるかな。あんまり木村美濃って好きじゃないんですけど、ただこの場合はもう中央重視で行くしかないかなっていう、そういう考え方ですかね。なんかこれ相手のが王様硬い、あ、硬くはないか。ちょっと相手も隙間風がね、ちょっと。この手は一体ちょっとよくわからないんですけど。この桂馬跳ねちゃうとちょっとこちらもね、床下がちょっとスカスカしちゃうんですけど、まあ、これはこうやって4号の位は天王山というのがね、一応、まあ、こうやって中央を厚くするそういう思想。2分。これ中央に目を向けといて本当を狙うのは7号歩ですね。7号歩から7四。まあこのね、銀にこの、ああ、でもそれ分かってますよね。でまあでも、まあ、次角引いた、あ、でも角引くとでも歩打たれるから、うーん、でも取るぞ、取るぞ。これ歩得なんじゃないの、違うのかな。同歩に7とかそういうこと考えてる。まあ、これ角で取っちゃう手も、何その手、取るって聞くと、これ銀をなんか、あ、そういうことか。でもこれは、うん、そうか。まあ、いやでも難しいな、これは。同銀同歩もちょっとやらしいし、金とか打ってくんかな。これは触れ取る、角が出るのか。1分30秒。ここだな、角も効いてるし。これで別によくね、これで分からん。あーでも57、いやでも、うん次の狙いは46桂馬ですかね。5七金を飛車引くと馬に当たるんで、あんまりあれだな。ほ、なんだその手は、桂馬を打ちたいんだよな。そして絡みつく、まあ、3四桂はね切り札に残しといて、まあ、いつかね飛車側で角を取ってくる。でも角だってまあ、これは寄るじゃないし、低い手として、まあ、寄っといて。あ、でも5六銀と進出してくるか。でも取るよ、こんなの。これ取るよ、こんなの。で、銀打つ。系統の銀。定石なり。これは、こうやったら。ちょっと変な手ですけど、次になんか金取って2二に打ったりとか、一回こうしたいな。いやーでもこれ勝ちそうだけどね、これ金打ったりとかして、こっちに上がりにくつらくない、そっちか。叩いてこいと、叩きの歩。そして
もう一発叩いちゃって取っちゃって、これこっちがあれだから、いやーでもまあ銀とかぶち込んで、まあ、詰めろではないけど、これ切っても詰まないんですよね多分。飛車もいるし、あでも角飛車を切っても飛車、うん、さそれはでもこう取っちゃってからの、あれどうしよう。30秒。こうすか。いやーちょっと変だな、なんか変だ。まあでも土を詰めろっていう、これ歩と銀がね防波堤、あーわからん、ちょっとこれではな、次取れば詰みそうだけど、あれ詰まない、え詰まないか。20秒、時間切れがち。あ勝った、なんか勝った、なんか勝った。でもこれ詰ん、勝ちなのかな、これ。なんか最後変だったな、これ。銀打ってこれ。あ、そっか、さっき銀打てばよかったのかな。まあ、とりあえず勝ちは勝ちってことでね、許していただきましょう。で、新聞記事からちょっと雑談していきたいんですが、子宮頸がんワクチン非接種でも症状という見出しですね。子宮頸がんワクチン接種後に健康被害の訴えが相次いでいる問題で、厚生労働省の検討部会で26日、接種歴がなくても同様の症状を持つ子どもが一定数存在したとする全国調査の結果が報告された。2013年から中止されている接種症例の再開の是非をめぐる議論が今後本格化するが、被害者側の反発は根強く、先行きは不透明だ。あの子宮頸がんっていう、まあ、がんあるんですかね。で、そのがんを予防するためのワクチンっていうのがあるんですけど、その子宮頸がんのワクチンの接種をするとなんか副作用で、なんかそのなんか病気というかなんか症状が起きることがあって、やっぱり子宮頸がんワクチンやんない方がいいんじゃないかってね、っていうか子宮頸がんワクチンした方がいいってさ、お役所が言うから子宮頸がんワクチンの接種やったらとんでもないことになった、どうしてくれるんだっていうね、そういう話なんですけど、結局その子宮頸がんワクチンを接種した人とその症状との間に因果関係があるのかとか、そういう問題なんですよね。でその因果関係を調べるために、結局その、まあ、相関関係っていうんですかね、その接種した人とその症状が起きた人の間にその相関関係があるのかないのかって、そういう話で、今まではあると思われていたから、接種しない方がいいだろうっていう風にして中止していたけれども、でも接種しなかった人にもその同様の症状が起きてるってことは因果関係がないんじゃないかという可能性もあるっていう、まあ、ちょっと分かりにくい説明で申し訳ないんですけど、そういう話ですよね。たださ、子宮頸がんの予防接種を受けてしまうとそのとんでもないことになるかどうかってことより、まず第一にさ、その子宮頸がんワクチンがどのくらいのメリットがあるのかってことに関しては検証しなくていいんでしょうかね。その予防接種のワクチンっていうのは全部さ、メリットがあるってことは全部実証されてるんでしょうかね。その辺がちょっとよくわかんないんですけど、もしもさメリットがあるんだとしたら、そのリスクはあるけれども、そういうある程度 副作用によってなんかその手が痛くなっちゃうとかね、そういうリスクはあるけれども受けてみませんかっていう感じで、その全員ね必ず接種しろ、あ子宮頸がんですから女性だけかもしれませんけど、あの全員受けなさいってやるんじゃなくて、そのリスクはあるけれども受けてみませんかっていうことであれば、あの一応理屈としては通りますよね、うん、だから、うん、その辺調査しないといけないんじゃないかと思うんですけどね。その子宮頸がんワクチンを受けた結果その症状が起きるということにその因果関係はないっていうことが実証されたとしても、じゃあその子宮頸がんワクチンを受けるメリットは何なのかって話になりますから、そういう話でしょ結局、うん、結
局そのもしさ自分に子供がいてさ自分の子供にしがいたら子宮頸がんワクチンは進めないですけど受けさせようとは思わないですけどね、うん、まあインフルエンザとかもそうですけどインフルエンザワクチンとかもそう同じですね、うん、だってさその予防接種した方がいいかしない方がいいかっていうの分かんないわけじゃないですか。で分かんないのにリスク取る必要ないじゃんって話ね、うん、まあがんの手術とかさ抗がん剤治療とかそういうのも同じようなもんだと思うんですけど抗がん剤治療はさリスクがあるっていうじゃないですか。確かに抗がん剤でそのがんが治る可能性もなくはないだけど寿命を縮めてしまう可能性もある。まあねそのなんか近藤誠さんっていう、まあ、医者によれば抗がん剤はリスクしかなくて延命効果がまるでないからリスクしかない、リスクがないのにリスクがあってリターンがないから抗がん剤は全く意味がないなんて言ってますけども、まあ、その辺のところはちょっとはっきりしないですよ。その医療関係者の間でも論争がしてるから。だけどさどっちが正しいかってわからないけどでもさ少なくともリスクはあるんだからそのリスクが取れるかどうかっていう話ですよね結局ね。うん、さっきの動画でね将棋連盟は三浦さんを出場停止処分にするというね大きなリスクを背負ったんだって話をしましたよ、うん、そのリスクっていうのは非常にねその大事な考え方だと思いますよ。何をするにもその何かをする時のリスクを自分は背負えるのだろうかというそういう話ですよね。でもしリスクがあるってことを認めた上で予防接種するなり出場停止処分するなりっていうのはそれは一つの判断としてはねありだとは思いますけど、うん、で私は、がん検診とかね人間ドックとかこれ今後一切受けるつもりないしがんですって診断されても無視するつもりだっていう言いましたけどもそれはそのなんていうのかながん検診とか人間ドックとか健康診断にもやっぱりリスクがあるじゃないですか、うん、放射線による被曝もそうだけども何かその精神的なストレスになってしまったりとかそういう非常にリスクが大きいですよね。でがんっていうのが見つかってじゃあ手術しましょうとかね今なら手術できますから手術やってみましょうよって言われたとしてもでも手術ってノーリスクではないわけですよ。非常に大きなリスクがあるわけじゃないですか。で私はリスクが嫌いなんですよ。私は安全思考、堅実思考であって、リスクを取るのが嫌いな人なんで、だから、人間ドックを受けたりとか、がん検診やったりとか、がんでね、抗がん剤とか手術とかする、放射線もそうですけど、そういう、なんていうのか、リスクの大きなことしたくないんですよ。うん、私はもう臆病なんで。だからいつもさ、私は三間飛車やってるじゃないですか。三間飛車とかなんで三間飛車やってるかというとリスクが一番小さいからですよ。いきなり負けたりしないでしょ、ね、振り飛車指してるのも同じことであって振り飛車ってすぐに負けないんですよ。まあ今勝ちましたけども居飛車ってすぐ負けちゃうんですよ、うん、だけど振り飛車すぐ負けないでしょ。リスクが小さいんですよ、うん、リスクっていうと何か特別なことをした時に発生するって思われるかもしれませんけど決してそんなことはないんですよね。自分では特別なことやってないと思ってても実は大きなリスクを背負ってしまってるっていうかその予防接種なんて特にそうじゃないですか。インフルエンザの予防接種受けましょうとか言いますよね。でだからそれと同じように子宮頸がんもねワクチン受けましょうとか言うからじゃあ受けた方がいいのかなと思ってその予防接種っていうのは非常にリスクの大きな行為だとは思わずに予防接種を受けたわけじゃないですか。でその結果としてなんか副作用が起きてしまったってこともあるわけですよね、うん、だから日々の生活の中で当たり前の選択をしていてもそれが非常にリスクの大きな選択をしてしまってるってことは結構あるわけですよ。例えばさ例えばっていうか、うん、例えば友達と一緒にさ歩いててあちょっと食事していこうぜとか言われてなんかファーストフードみたいなお店に行こうぜって言われたとするじゃないですか。そこで一番自然なのはあそうだねって言って一緒にお店に入って食事するのは
普通かもしれないけど、でもさ、でも自分、うん、例えばそのファーストフードはちょっと非常に不健康なメニューばかり出していて、それが発がん性物質があるとしてれば、まあ、仮にの話だけど、仮にですよ、うん、その食べ、それを食事、そこで食事することによって、そこで友達の誘いに乗るってことが実はリスクかもしれないじゃないですか。まあ、健康診断とかもそうですよね。健康診断、人間ドック受けるのは当たり前だと思っている人は当たり前のように人間ドック行くのかもしれませんけど、その人間ドック行く行為っていうのは非常にリスクの大きな行為かもしれないし、そうでしょ、うん、なんだろう、まあ、あとさ、その例えば田舎だとさ、田舎では車がないと生活の背の字も成り立たないよねっていうのは日本の常識中の常識かもしれないけど、だから田舎に住ん、私はまあ近い将来田舎に住もうかなと思ってるんですけど、でも自動車買わないですよ、うん、でも田舎に住んでたら自動車持たないっていうのは非常に変人なんですよね。だから自動車買うのが当たり前だし、それが自然な行為って思うかもしれないけど、でも自動車を持って運転することによって事故を起こしてしまう、誰か傷つけて、自分で勝手にぶつかるだけならともかくとして誰かに怪我を負わせるっていうリスクがあるわけじゃないですか。まあそのリスクを抑えるために保険に入らないといけないのかもしれませんけど、自然な行為をすることがリスクなこともあるんですよね。だからよくさ、その日本人は貯金っていうの、銀行にお金預けるの大好きだけど、あんまりその投資をしないですよねってね。でも投資をしないのはリスク回避になってるって思うかもしれないけど、でもなんかインフレが起きてしまったら自分の資産が目減りしてしまうから、預金だけっていうのも実はそれは リスクがあるんですよとか、そういう話しますよね。まあ、だからといって FX やる方がリスクが小さいってかどうか分かりませんけど、でもそういうふうに自然なことをやることが当たり前のこと、常識的な判断、自然な判断、みんなと同じっていうのは実はリスクが大きいかもしれないですよね、うん、なんかさ、日本人ってさ、みんな狂信者が多いからさ、みんなと同じっていうか周りに合わせることが一番リスクが小さいと思ってる人がいると思うんですけど、それ全然リスク小さくないですからね。なんていうのかな、いや本当ね、みんなと同じことやるのってリスクでかいですよ本当に。いや皆さんどういう、みんなと同じ、みんな狂信者の方は別にみんなと同じでいいんですけど、だって何かあった時に何ていうのかな、納得できないじゃないですか。だってみんなと同じことやって失敗した時に、もし自分の判断でそれやったんだとしたら、まあでも自分の判断だからこれはしょうがないよねって言って許容できるかもしれないけど、みんなとについてってさ、落とし穴にはまってさ、でもみんなのせいにできないですよね。うん、耳を澄ませばっていうさ、ジブリ作品の中でさ、雫のお父さんが人と違うことをやるのはそれなりにしんどいぞ、何が起きても誰のせいにもできないからね、なんて言ってましたけど、でもさ、どんな判断をしようとね、人と同じことやっても人と違うことやっても、どんなことやったってさ、人のせいになんかできるわけないじゃんって。そうでしょ、みんなと同じことやれば安心だと思って就職活動をして就職してしまいました、そしたら会社が潰れてしまいました、あっという間に職を失ってしまいました、再就職もできませんっていうリスク、そういうことに落とし穴にはまってしまったとしても、でも僕はみんなと同じことをやっただけなんです、だからみんなそのリスク補填してくださいよってみんなに言ったって、そんなみんなはそんなことを埋め合わせとかしてくれないじゃないですか。だったらさ、みんなと同じようにさ、東芝に就職しようって言うんじゃなくて、じゃあ僕はやっぱり東芝じゃなくて日立のがいいなとかね、いやでも僕はシャープのがいいかなとかさ、自分で選んだ方がさ、ね、別に私は東芝やシャープが潰れるとは思ってませんけど、でも仮に自分、なんていうのかな、自分は東芝製品が好きだから東芝なら自分の力が発揮できると思って東芝に入った結果、リストラに遭ってしまって、リストラで失職してしまったとしても、でも自分の判断だからしょうがないよねって言って納得できるかもしれないけど、でもみんながシャープに行くからって言って自分がシャープに就職して、それで何、首切られてさ、みんなのせいにできなくて納得できないじゃないですかね。まあ、ちょっと実際に会社の名前を挙げて説明しちゃったのはちょっとね、東芝とかシャープとか日立の人たちにちょっとね、失礼な言い方になってしまいましたけど、まあ本当に A 社 B 社 C 社でと言いたいのと同じことですよ、うん、そういう話ね、みんなと同じはリスクが大きいってこと、そういう話、ありがとうございました。